シューファ、メンバーが不祥事？現在の活動とメンバーの今を紹介。元祖 K-POP アイドルグループとも呼ばれているシューファ。日本でもデビューし、当時人気を集め話題となった、まさに K-POP の火付け役と呼ばれる韓国の男性アイドルグループです。今回は、そんなシューファの過去に起こった不祥事や現在のメンバーの活動について詳しくご紹介します。一体、過去にはどんな出来事があったのでしょうか。また、今は何をしているのでしょうか。早速一緒に見ていきましょう。シューファとはどんなグループ？シューファは、韓国で1998年に大手芸能事務所 SM エンターテインメントよりデビューした6人組男性アイドルグループです。代表曲には、パーフェクト、ワン、トップなどがあり、メンバーの男らしくも美しさを持ち合わせた容姿や華やかなダンス曲が魅力となり人気を確立しました。韓国では K-POP 第一世代アイドルグループとして人気を博し大きく貢献しました。また日本でも2004年3月に初の単独コンサートを開催。2006年には日本語での CD デビューも果たし、まさにK-POP ブームの火付け役として日韓両国で大成功を収めたグループでもあります。デビューして20年以上が経ちますが、デビュー以来グループの解散やメンバーの脱退交代もなかった韓国でも最長寿アイドルグループと言われています。2003年には SM エンターテインメントとの契約が終了し、6人揃って同じ事務所へ移籍します。その後メンバーの軍隊を終え、2011年にはメンバーの共同出資によるシューファ・カンパニーを新たに設立。現在も6人で同じマネジメント会社に所属し、個々の活動やグループの活動を継続しています。 K-POP 界ではどのアイドルグループにも訪れる事務所との契約更新、メンバーがバラバラになったり解散せざるを得ない危機もありますが、シューファはメンバー間の信頼関係、友情関係が厚く、現在まで変わらぬメンバーでグループを存続しています。シューファは今や韓国内でもレジェンドグループとして知られ、現在のトップアイドルでもある BTS も過去にシューファの曲をステージ上で何度か披露していました。まさに K-POP 界の先駆者とも呼べ、愛されているのがわかりますよね。しかし、ここまでの人気長寿アイドルグループになるまでにも険しい道のりを歩んできたシンファ。メンバーの度重なる不祥事でグループ解散の危機があったのも事実です。そこでここからはそんなシンファに起こった解散危機の不祥事について詳しくご紹介していきたいと思います。メンバーの不祥事と活動について、ここでは韓国でもニュースになるほど話題であったシューファの不祥事トップ3をまとめてみました。当時どんなニュースが話題となったのでしょうか。早速見ていきましょう。第3位、イミヌ強制わいせつ事件。シューファの中でもメインダンサーを務めるイミヌさん、2019年7月に強制わいせつ罪で警察に立件されています。報道によると2019年6月ソウル市内で知人グループと飲んでいたところ、隣のテーブルにいた20代女性に無理やりキスをしたなどとして当事者の女性より被害届が出されました。事務所側は当時特に意図はなく女性とは和解したとしましたが、警察は後に防犯カメラの映像から強制わいせつ容疑を適用し立件に至りました。メンバーのチョンジンさんはこの一件で、芸能人がいろいろな席に出席する際さまざまな状況が起こり得る、最後まで信じてほしいとミヌさんを支持する発言も見られました。そんな物議が起こっている中、7月20日ミヌさんは自身の誕生日ファンミーティングを強行、世間から大批判を浴びることとなりました。2019年12月最終的には嫌疑なしの処分が下され、ファンの皆様にご迷惑をおかけしたと謝罪の言葉を述べています。またミヌさんはこの件で過去に
無免許運転で警察に摘発されていたことも明らかになりました。第2位、アンディ違法賭博事件。シンファの中で一番末っ子のアンディさん、2013年軍隊へ兵役中だったにもかかわらず、芸能人の仲間と共に違法賭博をして略式起訴処分を受けています。この一件でアンディさんは、不祥事でたくさんのファンの皆様にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとし、自粛の時間を設けると公式に謝罪をしました。しかしこの余波はグループ活動にも大きく影響。民放テレビ局でもシンファが出演する番組を取り消し、テレビ番組への出演規制期間が設けられるなどしました。それほど当時韓国の芸能界に大きな衝撃を与えた出来事でもありました。第1位、シン・ヘソン飲酒運転窃盗事件。シンファの中でメインボーカルを務めるシン・ヘソンさん、2007年に飲酒運転で立件、2009年には海外での違法賭博の疑いで起訴、2022年には飲酒運転で現行犯逮捕され、芸能人の現行犯逮捕のニュースに世間も驚きを隠せませんでした。この時シン・ヘソンさんは飲酒運転の疑いで警察からの飲酒検査を拒否したことにより現行犯逮捕されています。またシン・ヘソンさんの乗っていた車が自身の車ではなかったため窃盗の疑いもかけられました。過去にもシン・ヘソンさんは飲酒運転を起こしていたため、世間の風はすでに冷たく、メンバーでもあるキム・ドンワンさんも弁明の余地はないと謝罪をしていました。シン・ヘソンさんは現在も活動を自粛している状態です。その他にも2021年にはリーダーのエリックさんとキム・ドンワンさんの不仲説が流れ、シンファの解散説もファンの間で囁かれるようになりました。しかしここまで信頼と友情を積み重ねてきたシンファ、不仲説は双方の話し合いにより解決されたそうです。メンバー全員が40代となったシンファの今後の歌手としてのグループ活動も気になるところですね。メンバーの現在を紹介。ここからはシンファのメンバーが現在どのような活動をしているのか、最新の情報でご紹介していきます。それぞれどんな活動をしているのか気になりますよね。早速見ていきましょう。エリック、シンファの頼れるリーダーでメインラッパーを務めるエリックさん、その整った顔立ちとスタイルの良さから歴代ハンサムなアイドルにも選ばれるほどのメンバーです。見た目によらず無口で人見知りの激しい性格のエリックさんですが、シンファのメンバーといるときはお茶目でありながらもリーダーシップの強い男らしい一面を持ち合わせています。現事務所のシンファカンパニーもエリックさんが代表を務めています。そんなエリックさんですが、2003年に俳優としてデビュー、一世風靡したドラマまたオヘヨンではそのツンデレな役にドハマりした女性も多かったといいます。アイドル兼俳優でも大成功したとも言われるエリックさんですが、2011年には女性アイドルグループステラをプロデュースするなど多彩な一面も見せています。しかしエリックさんは2020年私を愛したスパイ以降、現在テレビなどでの目立った活動はしていないようです。一方でプライベートではかねてから交際をしていた女優ラフェミさんと2017年7月に結婚を発表、2023年3月には男の子も生まれており、幸せな家庭を築いています。俳優としても定評のあるエリックさんなだけに、今後俳優の復帰にも期待したいですね。イミヌ、シンファのメインダンサーを務めるイミヌさん、デビュー前からダンスへの情熱は熱く、 SM エンターテインメントへのスカウトもあるダンス大会がきっかけだったといいます。シンファの楽曲のプロデュースや振り付けなどを担当したり、2016年には韓国のオーディション番組少年24でもプロデューサーとして後輩の育成にも力を注いでいました。また外交的で後輩の面倒見も
よいみぬさんは18歳年下の BTS のジョングクさんと番組共演がきっかけで仲が良いこともファンを驚かせましたね。そんなイミヌさんですが、韓国でアイドルグループに所属しながら初めてソロ活動を始め成功を収めた一人でもあります。まさにレジェンドですね。現在の活動はというと、グループ内の派生ユニットシンファ WDJ で活動を続けています。メンバーはキム・ドンワンさんとチョンジンさんの3人です。シンファ公式のユニットでもあり、単独コンサートも成功させています。ファンにとっては活動を続けてくれるのは嬉しい限りですよね。キム・ドンワン、シンファの中でも俳優、ソロ活動、ミュージカル俳優としてマルチな才能を持つキム・ドンワンさん。明るくて新しいことに挑戦することが好きなドンワンさんは、英語と日本語がとても堪能で、日本でもソロデビューし、武道館で単独コンサートを開くほどです。ドラマでも大活躍しているドンワンさんを見たことがある方も多いのではないでしょうか。また、変わった面白い発言をすることから、韓国のバラエティ番組にもよく出演しており、韓国内でも大人気のメンバーです。そんなドンワンさんの近況ですが、ミヌさんと同じく、シンファ公式のユニットシンファ WDJ で歌手活動の傍ら、テレビ番組にも出演したりと引っ張りだこの様子。いかに韓国内でも人気であることがわかりますよね。シン・ヘソン、シンファの中でメインボーカルを務めるシン・ヘソンさん、ハスキーな歌声と甘いマスクで特に女性ファンの人気を集めています。その美しい歌唱力を生かしソロデビューも果たし、2007年から毎年単独でソロコンサートを行っていました。王子様のような美しさを持ち合わせつつもツンデレな性格が魅力的なのだとか。そんなシン・ヘソンさんは俳優活動などはしておらず、主に音楽を中心にこれまで活動してきました。しかしこれまでに何度も不祥事を起こしてきたメンバーでもあり、特に2022年に起こした飲酒運転で逮捕されたというニュースは、韓国だけでなく日本のファンにとっても衝撃的な出来事でした。最新の情報によると、この件でシン・ヘソンさんは2023年4月20日裁判所より懲役6ヶ月執行猶予1年の実刑判決を受けています。この判決を受け、韓国の国営放送局 KBS ではシン・ヘソンさんの出演規制を決議。過去の映像での出演もできない状況となりました。この事件で世間の目は厳しく、今後の復帰に関しても未定のままです。チョンジン、シンファの中でリードラッパーを担当しているチョンジンさん、その男らしい外見とは反対に子供のような純粋な性格の持ち主です。幼い頃は複雑な家庭環境で育ち、実の母親に会うために芸能人になることを決めたと後に明かしています。チョンジンさんはソロでの歌手活動も成功していますが、シンファの中でもバラエティ担当のメンバーでもあることから芸能プログラムには引っ張りだこ。韓国の芸能プログラムで見かけることも多いメンバーです。そんなチョンジンさんの現在ですが、ミヌさん、ドンワンさんと共にシンファ公式のユニットシンファ WDJ で歌手活動の傍ら、テレビ番組に出演したりと順調な様子。プライベートでも2020年9月シンファの中でエリックさんに続き、元客室乗務員の女性と結婚をしています。結婚後は夫婦でテレビ番組出演をするなど絶好調なチョンジンさん、今後の活躍も期待されますね。アンディ、シンファの愛される末っ子、マンネのアンディさん。末っ子というだけあってか、男らしいというよりは可愛らしい顔立ちがファンの間で人気のメンバーです。アンディさんも他のメンバー同様にソロ歌手活動、俳優、バラエティ番組出演など幅広く活躍しています。また芸能事務所トップメディアの代表プロデューサーでもあり、代表的なグループとして日本でも人気の男性アイドルグループティーントップの育成に関わるなど
プロデューサーとしても成功を収めました。そんなアンディさんですが、2013年の芸能人違法賭博で略式起訴処分を受け、約1年間自粛した時期もありました。しかし謹慎後はシンファの公式活動に復帰、テレビ番組でも復帰を果たしています。アンディさんの現在ですが、芸能プログラムに出演するなど主に番組出演が多いようです。プライベートでは2022年6月にアナウンサーのユンジュさんと結婚し、シンファの中で3番目の既婚者となりました。夫婦でテレビ番組にも出演し、新婚生活を披露し話題も集めたアンディさん、今後ご夫婦での活躍も楽しみですね。まとめ、いかがでしたか？今回はシンファメンバーの不祥事と現在の活動とメンバーの今をご紹介しました。元祖系ポップアイドルグループと言っても過言ではないシンファ、今年でデビュー25周年を迎え、その変わらないメンバー間の熱い信頼関係は素晴らしいですね。ただここまで来る道のりは決して簡単なものではありませんでしたが、お互いを信じて支え合う姿は本当にレジェンドそのもの。これは後輩グループの良き手本となることでしょう。そんなシンファの今後の活躍も応援し期待しましょう。ご視聴ありがとうございました。